富士のポルンガとは日本の競争馬シュ馬である。1990年代前半における地方競馬のオスとして活躍。中央競馬と地方競馬の交流が活発となる前後において積極的に中央競馬に遠征し、オープン競争で勝利するなど足跡を残した。年齢は旧表期とする。幼駒時代はそれほど見栄えはしなかったが、 後に担当休務員となる吉澤明弘は一目見てインスピレーションを感じすぐに場所に購入を進めたという1991年7月25日にデビュー3歳時は初勝利に4戦を要するなど7戦2勝小栗リキャップの範囲元として抜群の人気だった小栗ホワイトに3度の対戦すべてで優勝をさらわれその陰に隠れた存在だったしかし 4歳になると、年明け初戦から、連勝街道をひと走り、地元4歳馬の頂点を競う東海ダービー、地方競馬の4歳馬最高峰のレースである、ダービーグランプリを制するなど、一着失格を挟んで、7連勝と本格化した。5歳になって、連勝は、途切れるが、東海ゴールドカップに連覇など6戦3勝。笠松競馬場以外では、 恩泉競馬場の帝王賞に出走し、10着に敗れている。6歳以降はたびたび中央競馬への遠征を行う。1994年はその年に交流重賞として、新設された平安ステークスで3着。芝コースで行われたテレビ、愛知オープンではカリブソングなど3頭の重賞価値馬を抑えて優勝している。オールカマーでは上位3頭から離された4着。 翌1995年は、宝塚記念に出走するも10着に敗れた。その他前年に続いて、帝王賞に出走して7着。このまも東海大歌賞に連覇、ナーグランプリ1994サラブレッド系5歳以上最優秀馬に選出されるなど、東海公営のエースであり続けた。4歳以降の地元開催の2000メートル以下のレースでは12戦11勝。 唯一の敗戦は前日の失格とほぼ完璧であった。1995年いっぱいで引退。1996年から種ボバとなるが、種ボバ生活6年間で、種付け党数は13党、生産党数は6党にとどまった。競争場として登録された5党は全て勝ち上がった。ものの中央、地方ともに重症化チ馬マは出せなかった。 種バイン退後の行方は不明である。ありがとうございます。